ズグロウニグモは、クモモク、コガネグモかズグロウニグモ族のクモである。人家の周り、塔でよく見られる、中型のオニグモ類の一つ。腹が、楕円型をしているのがこの類としては、特徴的である。メスは、体長7から13ミリメートル。頭胸部は、頭部と胸部の色彩が明瞭に分かれ、頭部が濃い褐色なのに対して胸部は、メイドサイドともに高い赤褐色である。 主名の頭黒鬼雲はこれによる。ふわしは肺褐色で関節ごとに臨場の濃い部分がある。足は全体に長く、特に第一脚が長い。腹部は縦長の楕円型で前後は丸く、前方が多少幅広いが、肩の上では目立った特徴がない。背面は肺褐色で中央には全体にわたって木の養生の反紋がある。 この半門はやや色が濃く、その両外側には白い縁取りがある。オスは体長8から10ミリメートル。メスよりもはるかに小型であるが外部形態上の特徴は大差ない。南西諸島を除く日本全土。平地低山地の人家の周辺に普通に見られる。夜行性であることから、その食料源を高原に来襲する昆虫に強く依存する。また、 彼らの炎盲直径は、比較的小さく、兵所、教書を好む。このため、直射日光や降雨にさらされず、餌となる昆虫が豊富かつ、半永久的に集まり、また身を隠せる適度な物影も備わる、といった、好条件が揃う公衆トイレや、公衆電話ボックスの伝統、雨よけのついた、灯火等に、極めて高い確率で営像している。 一つの人工高原を拠点に数頭が潜むことも珍しくない。なぜか人工物に多い。一般の民家の軒下から電話ボックス、橋の欄干、公園のトイレ、駅舎などでは隙間がないほどに雲が丸毛を張っているのをよく見かけるが、そこには必ずと言って良いほどこの雲が含まれ、時にはその場の雲省の大部分を占める。自然物の間ではむしろこの雲を見ることが、 めったにない。同様な生息域を持つ者に、家鬼雲があるが、これはむしろ人家に多く、蒸気のような人が住まない、人工建築物では少ない。このような環境では往々にして、照明設備があるから、多くの昆虫が集まってくる。当然それは、雲の餌になるので、照明の周辺には、雲が集中する。密度が高くなると、 網の張る場所に困るものも出てくるが、そういった場合、この種では網を張らずに虫をつかみ取るようにして捕獲する行動が見られることがある。幼体、生体ともに5から10月に出現。夜行性。炎毛にて、嫌い昆虫を捕獲、捕食する。炎毛は張りっぱなしにして、損傷を作ろうのではなく、毎日完全に張り替える。本種は、 戦術のような抗原を伴う人工物を拠点とし、日没とともに増毛を開始し、夜明けには巣を丸めるように畳んで、食べ残しの餌もろともさえ接触し、資源を回収する。日中は人工構造物の物陰に糸でシェルターを設け、その内部で休息する。夜間に縁毛を張る。器物の陰になったところに糸で短いトンネルのような巣を作り、 昼間はこれに潜んでいる。夕方に、そこから出てきて、その場に、縁毛を張る。この網は垂直か、やや斜めになっている。成熟期は7から10月。日本国内において、本州以外に、ズグロウニグモ族は三死内。大縁系の腹部は、オニグモの仲間としては、少々特殊な姿で、他に似たものはない。同じところに見られるものに、イエオニグモがあるが、 こちらは腹部の幅が広くむしろ普通の鬼雲型である。なお、俗名のヤギヌミヤは日本雲学会の会長を務めた日本雲学の中高の祖とも言えるヤギヌマタケオに懸命されたものである。ありがとうございます。